こんにちは。本日の院長教えてはですね、当院の患者様からですね、結構再三言われてたんですけど、糖尿病をやっていきます。皆さん、糖尿病と聞いてどのようなイメージをお持ちですか？おしっこから糖が出て、そのおしっこにアリが集まるとか、少し知っている方でも目が悪くなっちゃうんだよね、透析になるんでしょとか、それぐらいの知識ではないでしょうか。皆さんも少し糖尿病がどのような病気でどのような症状になるか、皆さんが知ってる知識を口に出して言ってみてください。どうぞ。これ私が糖尿病の授業、学校でね、授業をするときに、糖尿病って皆さんどういうイメージありますかと言ってですね、ホワイトボードにいろいろ書いてきます。はい、何々さん何知ってる、うん、そうだよねってホワイトボードにいろいろ書いてきますね。で、そのホワイトボードに書いた情報が皆さんが知ってる情報で、まず知ってるところがこういうことだよねっていうふうに説明していきます。それで足らない部分を、大枠を説明していくってことで、まあ、だから大体その一クラスに60人ぐらいいる中で、どういうことが糖尿病で皆さんが知ってるのかっていうところを見ていくんですけれども、まああまり知らないですよね、皆さんね。ということで、まあ、今回はそのような形でホワイトボードに皆さんの意見を書いていくってことはできないのでね、だから皆さんが実際にメモかなんかを取って、糖尿病ってどんなイメージがありますかってところをちょっと書いてもらうとですね、で、あまり糖尿病に対して怖いイメージを持ってない、なんとなく危ないんでしょうとか、進行性なんでしょうとかね、そういうふうに思ってる方もいるかもしれませんけども、本当にこの病気ってね、大変な病気です。ですのでね、今回この動画を見てね、しっかり糖尿病ってめちゃくちゃ怖いんだなっていうことを知っていただけたらと思います。では実際に、糖尿病になっている方も糖尿病についてよく知らないのが現状なんです。皆さんが糖尿病見てるってことは、親族の人が糖尿病があるとかね、ご本人が糖尿病とか、でも全然糖尿病を知らないんですよ、実際自分が糖尿病なのに。管理入院して糖尿病で1週間から2週間入院したあなたもあんまり知らない。だからね、しっかりとね、今回勉強していきましょう。だから今までの生活習、知らないからね、今までの生活習慣を変えようとしないのが糖尿病なんです。そのために今回は糖尿病について理解し改善してもらいたいので、この動画を作りましたね。糖尿病の患者さんものすごい多いんで、糖尿病のことを知っていただくだけでも血糖値がぐいぐいと下がっていきますのでね、最初に言っておきますが、糖尿病は治るんです、ね。1型糖尿病のような先天的な理由でなる糖尿病は治りにくいんですけれども、これは自己免疫疾患でね、膵臓のところを攻撃してしまうので、まあ、治る例もあるんですけども、治りにくいっていうのがあります。2型糖尿病のような生活習慣が原因で発症する病、糖尿病に関しては治ります、ね。インシュリンをやっていても、これただインシュリンがもう長い年数やってるってちょっと厳しいかもしれないんですけども、インシュリン始めて数年とかね、あとは血糖を調節する薬を飲んでいる、このような方でも改善はできます。特に薬飲んでるだけの方っていうのは結構改善できます。だから今回の動画をしっかり見て、治せるところを改善していきましょう。糖尿病は意識を変えないと治りませんね。あなたの意識を変えてください。糖尿病を一言で簡単に説明すると、神経と血管をボロボロにしてしまう神経血管ボロボロ病、これが糖尿病です。糖尿なんて言ってね、甘えなんですかね、可愛らしい名前つけてるから皆さんが危機管理能力がないんです。
でも神経と血管をボロボロにする、神経血管ボロボロ病っていうとイメージつきやすいですよね。だから皆さんは今日から糖尿病なんて呼ばない、神経血管ボロボロ病と呼びましょう、ね、そうするとイメージつきやすいと思いますからね。本当に神経と血管をボロボロにしていく進行性の病気なんでね、大変怖いんです。でこの神経と血管をボロボロにするっていうことを考えていただくと、合併症っていうのが理解しやすいんですね。あ、だから合併症こういうのが出るんだ、こういうのになっちゃうんだっていうのが分かります。でも糖尿病って言うとね、糖がおしっこに出るだけでしょ、だからなんか文句あんの、アリンコたかるだけでしょ、だからみたいな感じで終わっちゃうですね。そうじゃないんだよってところです。糖尿病はですね、世界に4億6300万人もの人が罹患してると言われています。10人に1、世界人口の10人に1人が糖尿病であるとされています。だから1クラスに3人ぐらいいるイメージですかね。で、65歳以上に至っては5人に1人が糖尿病を発症しているとされ、まだまだ患者さんが急増傾向であるとされています。5人に1人ですよ。一家族ね、3人兄弟だったら5人に1人は必ず糖尿病がいるってことですね、65歳以上だとね。で、日本に至ってはさらにひどくて、現在は6人に1人が糖尿病の疑いがあるとされてますね。日本の方が、世界だと10人に1人が糖尿病でしたけども、日本に至っては6人に1人が糖尿病である疑いがあるということになりますね。また日本の男性の発症率は高くてですね、男性が 18.7%、 ほぼ 20% ですね。 20% が5人に1人ですね。で、女性は 9.3% なので10人に1人ぐらいですかね。まあ、だから男性の方が倍近く発症しやすいっていうことが分かっております。このうち4割は病院を受診していないというふうに言われております。だから自分が糖尿病なのに糖尿病に気づいてないっていうことです。こういう人がいるっていうことですね。この辺に関しては後で隠れ糖尿病っていうところは説明していきますのでね。だから健康診断では糖尿病って出てないけど、実は糖尿病だっていう人がいるっていうことは理解しておいてください。そして何より怖いのが、世界では8秒間に1人が糖尿病で亡くなっているという事実です。糖尿病は合併症を起こしてしまいます。神経と血管を壊していきますので、その挙句で合併症になって8秒間に1人死んでるんですよ、糖尿病で。怖くないですか、ね。糖尿病は神経と血管を確実に静かに壊していくため、サイレントキラーの異名を持つのです。皆さんの、糖尿病の皆さんは体に症状が出ていないから生活習慣を変えようと しないのではないでしょうか、ね。例えば何か症状が出れば病院に行って治そうって思うんですけども、腰が痛い、どうしよう、先生治してってなるけど、糖尿病って症状出てないんですよね、あんまりね。症状出た時には結構重かったりするんで、症状が出てないから治せない、治そうとしない、でも着実に壊れてる。ここが難しいんですね、糖尿病。症状が出ればいいんですけども、でも確実に神経と血管が壊れています。その末路が血管の破綻による心臓や脳の損傷により死に至るのです。糖尿病は重症化するまで症状が出ないのが特徴です。ですからぜひこの動画で糖尿病の皆さん、意識を変えてください。糖尿病の恐ろしさを知ってください。また糖尿病は様々な病気を併発するため、国の医療費を圧迫している大きな原因になります。透析になる理由第1位が糖尿病ですが、透析は透析患者1人におよそ年間500万円もの医療費が費やされているんです。年間500万円って言ったら、東京都の1人の、東京都平均500万以下ですよね。
ね、1人の年収以上に医療費かかっちゃってるんです、透析っていうのはね。だから国民皆保険制度が破綻してしまう原因に透析っていうのがあるんです。でも透析にならないようなことをしていく、つまり糖尿病にならない生活習慣というものをテレビだったりそういうもので報道していかなきゃいけない。しかしあまりそういうのはされていないし、なおかつ糖尿病の患者さんたちが症状が出ないから自分の生活習慣を変えようとしない、これが一番です。で、挙句に透析なんかなってしまったら皆さんに迷惑をかけてしまう。年間500万円って大変、一人が稼げない分ですからね。だから今のうちから糖尿病っていうのを改善しないといけないんですね。だから糖尿病を理解し、医療費を削減し、本当に病気で困った人のところに医療費が行くようにしないと、日本の健康保険制度は確実に破綻してしまうのです。今でもかなり厳しくなってきてます、保険ね。糖尿病患者さんは平均で10から15年は寿命が短くなるということが分かってます。男性で平均69歳、平均寿命ね、通常と81ですからね、81から82、69歳で死にたくないですよね、あなたね。平均が69ですからね。女性だと72歳と言われてます。皆さんは早く死にたいですか？それでも皆さんは生活習慣を変えたいと思いませんか？糖尿病は適切な治療を行い、意識改革を行えば改善できます。糖尿病を変えたい、絶対に治したいという熱い意志がある方は当院にご相談ください。適切なプログラムにてあなたを糖尿病から改善へと導きます。では実際に、細かい話をしていきますけども、血糖とは、ね、血糖値が高いよ、ヘモグロビン A1C が高いよ、何ですかそれってことですよね。なのでまず血糖っていうものについて説明していきたいと思います。糖尿病になると空腹時血糖やブドウ糖負荷試験を行うと思います。また病院では血糖値が高い、血糖値を下げないといけませんよ、ヘモグロビン A1C が高いからこれは良くないなど病院の先生から言われると思いますが、高いと体に悪いということは分かるんですけども、ピンとこない方がほとんどではないのでしょうか。家族だってヘモグロビン A1C って何ですか？血糖値高いって言うけど血糖値って何ですか？よく分かんない。ご飯食べ過ぎちゃいけないでしょ、アルコールがいけないでしょ、お菓子がいけないでしょね、それぐらいしか分かんないと思うんで、ぜひねこの血糖値っていうものを理解しないといけない。この血糖値が高いことによって糖尿病になってしまうんですからね。ではまず血糖値についてお話ししていきます。まず我々は必須栄養素というものがあります。それが糖質、タンパク質、脂質、これを三大栄養素と言います。この糖質、タンパク質、脂質にミネラル、ビタミンを足すと5大栄養素になります。で、糖質というのは炭水化物、ご飯だとか小麦粉系のパン、ラーメン、まあ、ああいった炭水化物系ですよね。それから穀物、芋類、豆腐、甘みがある野菜ね。今回ちょっと余談ですけど、私なんだっけ、トウモロコシ食べたらね、すごく甘かったです。ああいうやつ。あと、砂糖。あと、ジュース。100% ジュースとかね、ああいうジュース。なんでもジュース。なんでもいいからジュースね。蜂蜜などの甘み成分、果物など、様々なものに糖質が入っております。まず、我々人間は、糖質を摂取すると、唾液や膵臓で分解して、小腸でブドウ糖を吸収します。そ
そうすると小腸から吸収されたブドウ糖は血液中に多く届くようになります。はい、ちょっと説明していきたいと思います。まず食べ物で炭水化物、穀物、芋類、豆類、甘みがある野菜、砂糖、ジュース、蜂蜜などの甘み成分、果物などを食べます。食べるとここに入って唾液である程度分解されます。それで胃に来ます。胃に来るとここで胃酸で溶かすイメージですね。液体に変えていくイメージ。ね。で、液体に変えてって、ここの下に行くとこの膵臓のところからまた分解酵素が出ます。それで小腸に入っていき、小腸で、ここの糖質っていうのを吸収して血液に、このように血液にこのギザギザしてるやつが血糖ですけれども、ブドウ糖が入るという流れになります。ここまで大丈夫でしょうか？ね、ここの今のイメージを頭に持っておいてください。ここから必要な組織にブドウ糖である必要な栄養であるブドウ糖を届ける必要があるんです。この時に郵便局員のように各組織に届けてくれる役割があるのがインシュリンなんです。インシュリンはまず筋肉、肝臓、脳など栄養を必要なところに分配します。それで一旦仕事を終えた感じです。しかしたくさん食べてしまうとさらにブドウ糖が血液中に多く漂うので血液中の糖を下げようとして脂肪にブドウ糖を溜め込んでしまう。それが世に言う肥満です。はい、ちょっとねもう一回これ確認しながらいきましょうね。これでご飯を食べました。食べましてここで液体に分解していくんですよね。液体に分解していってここでさらに分解をして吸収して血糖値を上げるんでしたよね。だからちなみにね、胃っていうのは吸収するものっていうのは唯一一つだけアルコールです。だからアルコール飲んだらこっから直接吸収されて血液中に流れますから血糖値が急激に上がるんです。他のものっていうのは一応小腸で吸収されるから時間がかかります。だから最も悪いものっていうのはアルコールです。で続いてジュースね。ジュースっていうのは食べ物、フルーツとかね、炭水化物、ご飯とかだったらここに入って分解してある程度時間かかりますよね。でもアルコールっていうのが一番悪いけど、その次にジュースね。 100% ジュースもダメね。あれ 100% ジュースっていうのは果物を絞って栄養素っていうかもうブドウ糖しかないので、ブドウ糖しかないからそれを直接吸収早いですね。ここで吸収されるのはアルコールだけどこっちでも吸収されちゃうから2番目に早いから、血糖値を急上昇させちゃうっていうものに関しては飲み物系がダメだってことになりますよね。だから血糖急上昇っていうのが何が悪いかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。ここのギザギザって書いてあるのが、これが血糖になります。皆さんのイメージで言うと、コンペイトーをイメージしてください。コンペイトーが血管の中を流れるイメージです。で、コンペイトーっていうのは丸っこいですけど、あれが本当にギザギザしてるものだと思ってください。それが血管内を流れます。血管内流れてしまうと、これがピョコンっていう風にぶつかるわけです。ガン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 って。ぶつかったら、ここの部分が血管内皮っていうところが出血します。これね、高血圧のところでもやりましたけど、出血したらそこのところに血小板がつきますね。血小板がついて治そうとするんです。でそうするとここ血小板がつくから、血液の流れが悪かったら、こうグワーってこう固まっちゃうわけ。ね。それがフィョンって流れていくと心筋梗塞、脳梗塞になるわけですよ。そうじゃなかったとしても、ここ傷ついてここを直したりすると、ここの部分が硬くなります。他の部分と比べてここの部分が硬くなる。これを繰り返すことによって、血管の弾力性がなくなる。弾力性がなくなるってことは、ここにかかる圧力が強くなる。ね。本来はこうやってミヨンって血液量、ここの
水分量が増えたらミヨンってなるんですけど、これが硬かったら同じ血液量、本来ここまで膨らむのをギュッてしたら、ホースでギュッてやったら遠く飛びますでしょ。そういう風に血圧が高くなっちゃうってことです。じゃあこの血糖値っていうのはどうやって下げたらいいの、ね、今ので分かったと思うんですけど、急激な血糖上昇っていうのは体にとってコンペイトのギザギザのやつが体中に流れるので、あちこち傷、血管の中をあちこち傷つけてしまう。だから危険だっていうことは分かったと思います。だから人間の体っていうのは食べたらこれを処理しようと思うんです。そしてこいつがブドウ糖なので、グルコースブドウ糖なので栄養成分ですね。じゃあこれをどうするかって言ったら、ここのインシュリンです。インシュリンね、インシュリンっていうのは血管があったら、ね、血糖値があったら、血糖がこうやって降ってきたらね、キャッチキャッチで、それを、筋肉、肝臓、脂肪に分配する感じです。はい、キャッチして、はい、届けます、キャッチして届けます、こうやって、はい、行くぞー、ダゴーンっつって、はい、キャッチ、はい、みたいな感じですよ。それがインシュリンの働きです。でもパコーンキャッチってやってね、1時間ぐらいやってたら、まあね、今の甲子園なんかちょっと時期ですけど、甲子園で子たちだって1時間2時間やってるわけですよね。でもそれを24時間とかね、夜中の不規則な時間にやられたりとか、1日3食食べたりするともう疲れてきちゃうわけですよ。そうすると膵臓から出るインシュリンがキャッチ、俺行くぞっつってキャッチってやってたんだけど、もうダメっすって後ろヒュンヒュンって通過してっちゃうわけですね。通過してっちゃうっていうのが結局おしっことして糖が流れちゃうっていうことなんです。キャッチして各組織に栄養を届けるから、エネルギーが蓄えられるわけですよね。だから最初はキャッチして、でね、最初はね、肝臓の筋肉にキャッチして届けるってことをするんです。でそれでも余っちゃって血管内に血糖がいっぱいある状態だと、これもったいないよねって体を考えます。もともとね、我々ってのは飢餓民族、飢餓民族っていうか狩猟民族ですね。狩猟民族なので獲物がいつ取れるか分かんないんですよ。獲物がいつ取れるか分かんないから、この先1週間2週間食事できないかもしれない。だから食べたものを蓄えとくシステムが欲しいんですよ。皆さんみたいな冷蔵庫みたいなね。それが脂肪なんです。脂肪に蓄えとく。で1週間も2週間も食事できなかったら、脂肪を分解して血糖値を高くする、栄養を出すの。でその脂肪もなくなったら、今度筋肉だとかそういったものを分解していくわけですね。糖新生って言うんですけども、そういう風に筋肉、だから最初はね、糖尿病っていうのは太ってちゃう、蓄えるから。インシュリンがいっぱい頑張ってくる、はいキャッチ、はい次届けます、脂肪にもいっぱい届けちゃうよってやってくれるんですけども、だんだんそれが疲れてきちゃう、疲れてくるから脂肪に届けますよってのもできなくなっていっちゃうし、筋肉の肝臓にも届けられないよってなってて、本当にやばくなってくると痩せてくるって言いますよね。それはそういうことね。ちょっともう一回、キャッチャーじゃなくて普通にちょっとちゃんとした学問的に説明していきますけども、ここに血糖値がね、血管内にあるとインシュリンっていうのが出ます。でこのインシュリンってホルモンなんですけども、インシュリン、膵臓から出るランゲルハンス糖っていうところからですね、ベータ細胞っていうところから出るのがインシュリンなんですけど、インシュリンがここの肝臓、脳、筋肉、脂肪ってあるんですけど、まずは肝臓、脳、筋肉、脂肪、ここのところにピトってくっつくんです。ピトってくっつけると肝臓のところがパカーンってドアが開きます。ドアが開くと血糖値を吸収することができるんですね。だからインシュリンがそこのレセプターってところにくっつくとバコって窓が開く。だから鍵なんですよ、インシュリンって。鍵をブッてね、ホテル入るとき鍵差し込みますでしょ。そうすると開きますよね。同じ感じ、インシュリンっていうのは鍵なんで、ここにピタってくっつくとミランって開くんで、これピョンピョンピョンって蓄えてくれるんです、ね、脳もね、エネルギーかなり必要なので脳に蓄えて、筋肉もね、こうやって運動してるからエネルギー必要、肝臓もエネルギーがものすごい必要だから、ここでね、肝臓にいっぱい蓄えて蓄えてって言って、皆さんが好きなね、フレンチ、あれが、
なんだっけ、フォアグラね、フォアグラ、あれはたくさん食べすぎて肝臓に脂肪が溜まってる状態ね、イメージつきますよね、エネルギーを貯めてるってこと。でまずはここの肝臓の筋肉にこうやって分配するわけね、インシュリンが宅配便みたいな感じでシュッシュッシュッシュね。でそれでもここに蓄えてもまだ血糖値高いよって言ったら今度脂肪に行くわけ、脂肪に届けますよって形だから、だん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 糖尿病の人ってみる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 太っていっちゃうの。だから太ってる方糖尿病になりやすいからね、糖尿病になりやすいとすごく怖いよ、神経と血管がボロボロになっちゃいますんで気をつけてくださいねっていうことです。じゃあね、次ちょっと説明する、イメージつきましたよね。インシュリンっていうのはキャッチして届けてくれる、ね、そういうようなイメージで構いません。だからこのインシュリンっていうのがないと栄養を各組織に運んでくれないから、いくら食べたってエネルギーが蓄えられません。だからインシュリンってすごく大切。でもね、インシュリンっていうので暴飲暴食なんかしてるとインシュリン、膵臓だって疲れちゃう、インシュリン出なくなってきちゃうんですよ。もうダメっす、ちょっと3日寝かしてください、休みますってなっちゃうわけですよ。皆さんだってノックされまくったらそうなりますでしょ。インシュリンも同じなんです、ちょっと休ましてよってなっちゃう。だから美味しいからってね、暴飲暴食、食べたい食べたい食べたい意識っていうのは防衛本能なんですよ。体を食べといて、いっぱい食べとけば2週間食べないかもしれないっていうね、これ狩猟民族だから。でもこの飽食の時代になかなか2週間食べれないっていうのは戦争地域以外にあんまりないですよね。なんかそういう時のために蓄えようってしてくれるんですね。でも自分でね、食欲っていうのは調整できるんだから調整しないといけない。私なんかは1日2食、ね、ひどい時は1日1食にしたりとかして調節してます。ここでちょっとね、分かっていただけたと思います。じゃあもう一回、人間はね、原始人の頃は狩猟民族であったため、いつ獲物が取れるかわからないので、食べられる時により多くのブドウ糖の栄養を蓄えておく必要があったのです。ですからインシュリンを出して脂肪に多く蓄えて、獲物が取れない時にその脂肪を分解して栄養を得ていたんです。しかし現代は飽食の時代です。ですから人間の脳は今でも狩猟民族時代と何ら変わってないんです。だからたくさん食べれば食べるだけ脂肪に蓄えて飢餓に備えているのです。 しかし今の時代なかなか飢餓なんてないのが現状です。これ日本においてね、他の国なんか飢餓のところいっぱいあるんで、ちょっと日本の場合に限りですけども。またインシュリンは栄養を届ける配達員さんの役割をしますので、インシュリンがないと筋肉、肝臓、脳、脂肪へと栄養が届かないので、血液中の糖がそのままおしっこへと流れていってしまうのです。ちなみにおしっこは血液をろ過したものです、ね、だからおしっこに糖が流れる、これが皆さんのイメージ糖尿病ですよね。よってインシュリンがないと各組織に栄養を届けてくれないので、いくら食べても栄養が届かないので痩せていってしまうのです。しかし糖尿病の初期段階ではインシュリンがたくさん出て脂肪に蓄えようと頑張るので太っていきます。痩せてきたら糖尿病の患者さんは危ないと聞いたことがあるかもしれません。痩せてきてしまうというのは次のようなことが考えられるのです。インシュリンが出なくなって膵臓の機能が失われている、これが一つ目ですね。膵臓が弱ってきてる、疲れてる、3日休ませてくれよって言ってるような感じね。それからですね、インシュリンの機能が失われるほどに血糖値が高い状態が長い間続いているため、神経や血管が壊れてしまっているということになるのです、ね、そしてこの血糖が高いと何が怖いかというと、血糖は
ギザギザのコンペイトを想像してください。先ほど説明しますね。コンペイトがギザギザで鋭利だと思ってください。これが血管内をたくさん流れていたら、血管のない内側を傷つけてしまいますよね。これもさっき説明しましたよね。そうなんです。血糖値が高くなると血管の中を傷つけてしまうのです。血管の内皮を傷つけてしまうと、その部分は出血します。そうするとその部分にかさぶたになります。かさぶたになって治った部分が他の部分より硬くなってしまう。さっきやりましたね。これを血管内のいろいろな部分で繰り返すことによって動脈硬化になります。だから糖尿病っていうのは動脈硬化を進行させるんですね。血管を傷つけるんで、これを何年も続けることによって動脈硬化が進行し、高血圧になってしまうんです。だから糖尿病の患者さんって血圧高いですよ ね。うちの母親なんかもね、血圧高いって言ってんのに甘いもんばっか食べてるの、そりゃそうだろって話なんですよね。甘いもんばっかりって血糖値高く、高血圧、ほら見てくださいよ、血管傷つけますもん。血糖値高いもん食べたら、甘いもん砂糖食べちゃダメでしょね。高血圧というのは血管壁にかかる圧力のことを言います。だから ここでね、血管、血液量、水分量多かったらミヨンって増えるんだけど、これが血管硬くなって広がらなかったら、ここにかかる圧力高くなりますでしょ。だから血圧ってのは高くなる。さっきこれも説明しましたね。で、血管壁が硬くなると血管壁にかかる圧力が高くなるので、血圧が高くなるのです。これさっき説明しましたね。ですから糖尿病は血管の内部を傷つけ、動脈硬化を引き起こしていくので、血管をボロボロにしてしまうということがよくわかるのではないでしょうか。そして糖尿病は、ここ重要ね、糖尿病は細かい血管や細い血管から攻撃していきます。小さい毛細血管ってね、皆さんの体の中で、前人体の不思議とかね、行ったことある方いらっしゃるかもしれないけど、ものすごい全身にあってね、もう赤い血管だけで全身、もう体の形ができるぐらい毛細血管あります。で、毛細血管をつなぐと 9.6 万キロあるって言われてます。 9.6 万キロ、赤道2周できるほど毛細血管っていうのはそんなに細かくある。で、この細かい血管を糖尿病はまずやられ、攻撃していくってことです。その次に大きい血管ということになります。イメージですかね。次第に大きな大血管まで攻撃していく進行性の病気なんですね、糖尿病。神経がやられるのは、ね、これさっきから言ってるけど、この血管がやられて動脈硬化になっちゃったりだとか、ここにね、血管がたまっ、ここに出血して、ここにかさぶたが大きくできて、ここに血液の流れ、油分とか止まってて、これビロンってこうね、血栓ができて、この血栓がビロンって飛んでって詰まるっていうのが心筋梗塞、脳梗塞なんですけど、それは分かったと。じゃあ先生と、なんで神経、壊れちゃうの？よく分かんないんだけど。これよくね、学生さんたちからもよく聞かれます。神経がやられちゃう理由、ね、血管と神経をボロボロにするってことなんですけど、神経がやられる理由っていうのは、動脈硬化が進み、神経に適切なブドウ糖、栄養が届かないために、神経が変性してしまい、神経がボロボロになってしまうんです。植木に水をあげなかったら、植木は次第に細くなります。最終的に枯れてしまいますよね。神経も同じことが言えるのです。だから、栄養を各組織に届けるっていうのが、神経に届けるとか、重要なんです。ね。夏なんていうのは水があまり降らなかったりすると、地面がカピカピになって、こうだんだんクイーってね、植木とかがなっちゃう。同じですよね。だから神経がボロボロになっちゃうってことは、インシュリンが栄養を届けてくれないからなんですね。だから糖尿病は神経と血管をボロボロにしてしまう病気なんです。ここまでいいですかね。じゃあ次、ヘモグロビン A1C っていうものについて説明していきたいと思います。ヘモグロビン A1C ってよく聞く。ヘモグロビン A1C が4だよとかね。4%、
4じゃねえや 10% とかねよく言いますけども、どういうことかと。ヘモグロビン A1C はヘモグロビンとブドウ糖が結合したもので、どのくらい、ヘモグロビンと糖がこうやって結合するのね、これを糖化ヘモグロビンって言います。ヘモグロビンと糖が一緒になってくっついた糖化ヘモグロビン、これの数値を表したのがヘモグロビン A1C です。この糖とヘモグロビンが合わさった糖化ヘモグロビンになってしまうと、赤血球の寿命120日間あるんですけども、ずっとこの120日間、まあ3ヶ月ですよね、糖化ヘモグロビンの状態で体の中流れるんです。全てのヘモグロビンのうちどれだけヘモグロビンと糖がくっついている糖化ヘモグロビンがあるかをパーセントで表したものがヘモグロビン A1C なんですね。だから 10% って言ったら、体の中のヘモグロビンの 10% が糖化ヘモグロビンとして合わさっちゃってるってことです。またこのヘモグロビン A1C は過去 1,2 ヶ月間の血糖の平均値を表したものになります。ですからこのヘモグロビン A1C が良くないと、一時的に血糖値が下がっていても平均的に良い状態じゃないことが分かります。でね、このヘモグロビン A1C ってね、なかなか覚えにくい。そうは言っても先生よく分かんねえんだけどってよく言われるんですよ。これね、体温で覚えるとイメージが分かりやすいですね。ヘモグロビン A1C、糖化ヘモグロビンでくっついてる状態が 5.8%、体の中の 5.8% だったら、糖化ヘモグロビンとしてあっても、まあ大体普通かなみたいな。平熱で言うと36度5分ぐらい。これちなみに平熱36度2分なんだけどっていう人いるけど、本当は36度から36度5分から36度8分が正常値で一番いい状態なんで、一応平熱36度5分にしてますけどね。まあ大体平気ですよっていうのがヘモグロビン A1C が 5.8。で、7% っていうのが37度ぐらいのイメージ。8% が38度ぐらい。覚えやすいですよね。後ろの後半のやつ7、だから7度。8% は38度。ね。そういう。で、じゃあ、9% は39度、10% が40度なんですよ。だから、糖尿病の人ってね、10% 超えてる人がすごく多いんだけど、40度の熱ですよ。40度の熱でね、ずっとその状態を続けてる。ね。今、風邪になったりとかしたってひどくたって1週間ぐらいでしょ、熱40度出るっていうのは。それあなた何ヶ月間40度の熱出してんですかって話なんですよ。そしたらね、血管ボコボコになっちゃう、神経ボコボコになっちゃう。で今度ね、合併症の話は後でやっていきますけども、その合併症もよく見ていただきたい。なんでね、どうなっちゃうかっていうのを説明しますから。で、糖尿病の患者さんはヘモグロビン A1C が 10% 以上を示す人が多いとされています。また糖尿病の合併症である糖尿病性網膜症、目が見えなくなっちゃいますね。白内障とかもそうですけど、まあ、白内障も糖尿病でなりますし、緑内障も関係してきますし、あとは腎不全、まあ、一番多いのは糖尿病の三大合併症って言われてるのが目、糖尿病性網膜症、腎不全から来る透析、神経症状、糖尿病性ニューロパチーってね、手袋足型って言ってね、この辺両方なんですけど、この辺先が手がしびれる。で、ハイソックス、長い靴下ね、そのエリアの部分がしびれる、これ両側性です。こういった場合は糖尿病が考えられます。両側性で出るものっていうのは あんまり多くないんですね。他の病気も考えられます。脊髄性とか考えられますけども、まあ、糖尿病が結構多いよってことですね。ちょっとその辺の話はまたちょっと長くなっちゃうんでやりませんけど、その他に心筋梗塞もものすごく多いです、糖尿病ね。で、糖尿病の合併症は 7% 以上、ヘモグロビン A1C が 7% 以上あると発症するとされています。37度の状態で発症しちゃうんですよ、合併症って。怖いですよね。だから一刻も早くあなたの血糖値だったりヘモグロビン A1C を下げないといけない。甘いものやめられますか？
お酒やめられますか？甘いジュース飲んでませんか？今日からあなたはアルコールとか一切やめて、水とお茶だけです。一番いいのは水ですよ。水だけ飲んでください。お菓子禁止です。甘いもの。誕生日だからといってケーキ食べるっていう習慣やめてください。体に悪いです。ね。100歩譲ってフルーツにしてください。フルーツもジュースにしちゃうとダメだからね。食物繊維はちゃんと取らなきゃいけないんで、まあそういう形にね、してお祝いっていうところで甘いものを食べようとかね、そういうのは絶対良くない。体にとってはね。美味しいですよ。美味しいけど、ダメです。また合併症は血糖値が200以上が月単位、年単位で続いていると発症しやすくなるとされています。ね。じゃもうちょっとやっていきますからね。空腹時血糖値とブドウ糖負荷試験っていうところなんですけど、ここね、重要ですよ。これ本当にね、皆さんよく聞いとかないといけないんですけど、病院に行ってない4割の人っていうのは、今から話すところがすごく重要になってきます。あなたが糖尿病だって気づいてないっていう人たちは、ここよく聞いとかなきゃいけない。健康診断や人間ドックでは、空腹時血糖値を調べます。お腹空いてる時に、血糖値、これね、お腹空いてる時ってことは、この中に本来食べてすぐじゃないからそんなに多くないはずなんですよね。だから常習的に常に血糖値が高い人っていうのを調べてます。だから健康診断の前はね、前の夜からご飯食べないでねなんて言われてるわけ。お腹が空いてる状態で血糖値が高いかどうかを見てるのが空腹時血糖値。この状態で血糖値が高いと糖尿病ということが分かります。そりゃそうですよね。お腹空いてない、食べてお腹空いてる状態でもここの血糖値が高いわけだから、インシュリン働いてくれてないんですよ。普通だったらこれ下げてくれるんだから、こっち持ってこっち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 って蓄えてくれるから、この辺はないはずなんですよ。しかし溜まってるってことは、膵臓から出るインシュリンが疲れてて出てないっていうことになりますからね。しかし血糖値であるブドウ糖負荷試験を行うことが糖尿病予備軍の人を見つけるのに大変重要になるんです。だからどういうことかっていうと、食べた後食べてすぐにブドウ糖の状態がどうであるかっていう食後血糖値っていうのを見るのが重要です。これをブドウ糖負荷試験って言います。これはね、健康診断でやらないんですよ。だから見落としちゃうんですね。だからね、できればブドウ糖負荷試験っていうのもやってもらいたいですよね。これね、40歳を超えた人っていうのはぜひね、病院でチェックしてみてください。自分がどういう状態かってね。あと暴飲暴食してるよとかいう人も、夜寝ないでね働いてる人とか、ああいう人たちもちょっと早めの段階で、まあ、30代ぐらいで1回はちょっとチェックしといて、まあそこで特に問題なければ35っていう感じかな。で、全くそういう生活してないよっていう人は40歳からで構いませんけど、必ず内科とかでやってくれますが、一回はチェックしてみてね。で、食後に通常の人はインスリンが膵臓から出るので、食後も緩やかに血糖値が上昇します。緩やかにギュイーンって上がるんです。ですが、長年膵臓をこき使って膵臓が疲労困憊の状態ですと、食後にインスリンの分泌量が少なくなってしまうために、食後血糖値が高くなってしまう、ね、こうやってね、元気な膵臓だったらパコーンって打ったらね、よっしゃ行きますよ、はい先輩、はい肝臓先輩、脳先輩、ね、筋肉先輩って送ってね、で余裕があるから脂肪先輩まで送っちゃうよってやれるけど、でも疲れてたら何個かはキャッチして、はいはい頑張ります、まだですかってやられてるんですけど、長年使ってるからそれが抑えられない。でもなんとか頑張れる。だから時間かけてよいしょよいしょよいしょってやれるんですよ。だから時間かけたら、空腹時の場合だったらここの値っていうのは落ち着いてるんです。でも食べた後っていうのはすぐに働かないから弱ってる。これが血糖値が、食後血糖って高い状態。
血糖値が 急上昇するっていうところが一番問題なんです。だってコンペイトがいっぱい流れちゃうんだから合併症になりやすいんですよ。だから病院に行ってない4割の方でも合併症になって例えば心筋梗塞で死んじゃうとかってあるんですよ。だから怖いんです。食べ物は見直さないといけない。だから40歳を超えたら食後血糖値がどう高いか。だから皆さんが食事をするときにまずはおはぎからとかやってる場合ちゃいますよって話なんですよ。ね、食後のおやつとかいらないいらないいらない。上がっちゃいますでしょ。ね、コンペイトのギザギザなやつがいっぱい増えちゃったらインシュリン抑え込めますか？40歳超えてる人がインシュリン抑え込めなくなってんですよ。もう弱くなってるんですよ。だからもうあなた方は今日から甘いものは卒業です。おめでとうございます。ご卒業おめでとうございます。っていう風にね、本当にしないといけませんよ。なんとなくね、イメージ作ってると思いますけど、この食後血糖値が高いということは、膵臓が限界に近づいています。このままだと膵臓が壊れてしまいますよということになるのです。しかし、食後血糖値が高くても、時間をかけてインスリンを分泌するので、空腹時血糖値では正常値になってしまう。これが隠れ糖尿病です。この食後血糖値だけ上昇する隠れ糖尿病の人は糖尿病の人と同じぐらい動脈硬化が進んでいると思った方が良いです。それだけ血糖値が高いと血管を傷つけてしまうということです。この隠れ糖尿病は1000万人もいて、その3割の人はまだ病院を受診してないとされています。食後に血糖値が一時的に高くなる状態でも血管を痛めてしまうんです。合併症のリスクは上がってしまいます。いざ何かしらの症状が出た時に病院を受診して糖尿病になっていますよと言われたり、ひどい人は心筋梗塞で病院に運ばれたら実はひどい糖尿病だったって言われる場合があります。だから隠れ糖尿病の人は自分が糖尿病と知らないので暴飲暴食を続けてしまい、空腹時血糖値だけを信じて自分は糖尿病でないと思い日々の生活を送ってしまうので大変危険な状態なんです。ですから糖尿病になりやすい特徴である肥満体型、よく聞いといてね。糖尿病になりやすい特徴ですよ。肥満体型、暴飲暴食、昼夜逆転の生活、運動不足、喫煙、飲酒、家族歴のある人、まあ家族に糖尿病がある人ね、これ2親等までです。子供さんまで、もしくはおばあちゃんまでっていうとこですね。いや、健康診断や人間ドックだけでなく病院で改めて食後血糖値を調べるブドウ糖負荷試験を行ってみてください、ね、こんな風にして隠れ糖尿病ってのがいるんだよと。で、隠れ糖尿病ってのは4割も実際病院に行ってないわけですから、皆さんもちゃんと注意してくださいよ。あんまり健康診断とか人間ドックだけで糖尿病が見れるとは思わないでください。かなり進行している状態だったらもちろん、空腹時血糖値でも出るんですけど、そうじゃない人たちも見つかるんですね。じゃあね、今日の最後なんですけど、インシュリン、もうちょっとだけね、長いよ先生、いつまでやんだよって思うかもしれないけど、もう一回お願いします。これ大切なんですよ、ここインシュリン行かせてください。インシュリンだけちょっとお話しさせていただきますからね、もうちょっとだけ聞いておいてください。インシュリンは膵臓のランゲルハンス島という部分のベータ細胞という部分から出るホルモンですね。このホルモンも使いすぎてしまえば40歳を超えたあたりから膵臓の働きが悪くなり、インシュリンの出が悪くなってしまうのです。最近では小学生でも暴飲暴食、お菓子の食べ過ぎ、ジュースの飲み過ぎにより2型糖尿病になる人が増えてきています。ジュース、子供なんかに1リットル飲んでます、2リットル飲んでますなんて人いますね。僕テレビでね、
コーラしか飲めないんですって言ってる人見たことありますよ。ちょっとちょっとちょっとって思いません？糖尿病になっちゃいますあなたっていう話ですよ。ですから必ずしも40歳以上で膵臓が弱くなってるので弱くなってるのではなく、使いすぎてしまえば必ず膵臓の機能が低下してしまうんです。インシュリンは血液中に増えた血糖を筋肉、肝臓、脳、脂肪などに運んでくれる郵便屋さんみたいな働きなんですよね。こうやってキャッチして投げるってやりましたけど、インシュリンの出が悪くなるのは急激な血糖上昇が原因です。急激な血糖上昇に関係するのは糖分が多い飲み物です。さっきも言いましたね。だからアルコールが最も悪かったんです。胃で吸収されちゃうから。続いて小腸で吸収されやすいジュースでしたよね。甘い飲み物、特にジュース、野菜ジュース、みんな飲んでますでしょ。野菜ジュースは体にいい。野菜ジュースダメ、やめてください。今日からもうフルーツジュースもダメ。 100% だったら先生いいんでしょって、天然のものよ、うち農家だからね、絞って天然のものだから先生いいんでしょ、ダメです。それはもう本当にブドウ糖だけでしかないから、やめてくださいね。で、これらは食品を分解してから血糖値が上がるものではないんですよ。例えば食べ物だったら食べてね、胃で分解して小腸で分解して吸収じゃないでしょ。直接吸収されちゃいますね。ダイレクトに吸収されるので血糖値が急上昇しやすくなってしまいます。糖尿病はいかに急激な血糖上昇を防ぐかがポイントになります。ですから食事の時も野菜をたくさん食べて、生野菜だったらこの手のひら1杯分ぐらいで、温野菜だったら片手1杯分ぐらいをイメージしてください。で、食事の前にですね、野菜をまずゆっくり食べてください。で、最低でも15分、できれば30分経ったあたりからご飯とかを食べるようにするとお腹が空かなくなるし、量も多くなって済むですね。しかし皆さんって結構もうお腹空いたっつって、ステーキ、ご飯、サラダ最後みたいな人多いですよね。だからできればお野菜から取っていただく、ね、血糖をなるべく上げないように。血糖値っていうのは炭水化物とかね、甘いものですから、ね、芋とかもそうだけどね、そういうものっていうのは最後に食べてあげるの、ね、してください。そうすることにより、急激な血糖値の上昇にならないので膵臓がフル稼働で働くなって済みます。インシュリンのフル稼働を続けてしまうことにより膵臓は日に日に弱り、インシュリンの分泌量が少なくなり糖尿病になってしまいます。最終的には膵臓の機能が失われ、インシュリンを注射しないと栄養を全身に送ることができなくなってしまうのです。インシュリンは、日本人は生まれつき分泌量が少ないので欧米人と比べると痩せてる人が多いのですが、その反面糖尿病になりやすいとされています。ね、また欧米人ではインシュリンの分泌量が多いのでブドウ糖を蓄える働きが強いので異常な肥満の人が多いとされております。ね、アメリカ行ったら、あれ警察犬なのにあんな動きで大丈夫っていう人いたりとか、それはね、このインシュリンが出やすいからなんですね。しかし、いくらインシュリンの分泌量が多くても長くインシュリンを使えば必ず壊れてしまいます。だからアメリカ人も糖尿病が多いのです。世界的に糖尿病発症者数ランキング第1位はなんと中国、国民が多いからなんですかね。2位はインド、これも国民が多いからでしょう、10億人ぐらいいるから。で、続いてアメリカ第3位ですね、の順で糖尿病の患者さんが多いとされてます。ちなみに日本は6位ですね。結構多くないですか。中国って13億から14億人ぐらいいるのに、日本って1億人ぐらいしかいない、6位って結構高いと思いますよ。なので、このインシュリン食べ過ぎ、飲み物とかね、そういったものを注意していただくっていうのがすごく大切になります。で、今日はね、ちょっとね、もうこれでも50分以上話しているので前編という形にさせていただきます。で、後編のところでもうちょっとね、詳しくどんな種類があるのかとかね、遺伝的要因だったりとか、
注意事項だったりだとか、治すにはどうしたらいいのかとかね、そういうお話っていうのをしていきたいと思います。で、ここまでね、動画を見てくれた方っていうのは、ぜひいいねのボタンを押してください。いいね、いいね、いいねでお願いいたします。あの、課金なんかもねできるみたいなんで、先生ありがとう、活動費用にしてよっていう方はポチってね、600円とか500円とかプレゼントしてくれるやつがありますんで、お願いします。映像大変です、機材分お願いします。まあ冗談ですけどね。あの、そんな形でですね、次もね、糖尿病のお話していきます。で、糖尿病以外もこんなこと先生教えてよとかいうのがあれば、ぜひね、コメントに入れてください。で、あとね、糖尿病の方ってね、困ってる人っていうのは実際ね、自分一人じゃ頑張れないんですよね。ダイエットだってそうじゃないですか。ダイエットってもういろんなダイエット本出てるのに頑張れませんでしょ。それ一人でやってるからなんですよ。だからね、このうちのこの動画のね、コメント欄でこんなことやってます、でも3日でやめちゃうんですって、わかるっていうのをみんなここの欄でね、コメントで共有して友達作ってください。糖尿病の人のね、同じ悩みなんだから。僕はあ、なんだ、ヘモグロビン A1C が10から全然減りません、合併症で何、心筋梗塞発症しちゃいましたとか、それ全部書いてください、ね、そういった人が人の救いになるし、自分もそういうことを書き込むことによって、あ、俺こんなことしてんだ、変えなきゃ、あ、この B さんっていうのすげえ頑張ってる、俺も頑張ろうってなる。一人だとなかなかできないんですよ。あと家族からね、言われたって、あんた糖尿病じゃないから分かんないでしょってなっちゃうんですよ、ね、だから糖尿病の人同士でこうやってね、コミュニティを持つっていうのはすごくいいので、うちの動画のコメント欄使ってもらって構わないので、ぜひぜひね、いろいろコメント入れてください。で、皆さんでね、協力して糖尿病を治していきましょうよ、ね、で、糖尿病のね、こういうところ知りたいよっていうのを載せてくれれば、さらにね、作っていきます。ちょっとね、次もう1本出すのと、あとは合併症なんかも出したいので、3本ぐらいはね、出す予定ではいるんですけども、ポイントポイントでいくかもしれないですね。糖尿病性網膜症なんかもちょっと細かくやりたいし、閉塞性動脈硬化症っていうね、足が腐っちゃう病気、糖尿病って足切断って聞いたことありますでしょ。これも皆さん知りたいですよね。透析も怖い、3日に1回なり血液を心かしなきゃいけないのなんてね、CM でした。こういうのね、知りたいと思ったら、こういうこと先生知りたいよっていう風に言っていただけたら、細かくその辺動画作りますのでね、ぜひぜひコメントいただければと思います。ではね、次の動画までチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。ではご視聴ありがとうございます。ではまたね、バイバーイ。